知ってる？ポテトヘッド。じゃあ順番にこのジャガイモを押してみてね。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。お、じゃあチョピからかな。うん、なんかただのジャガイモになってるよ。誰だパーツを盗んだのは。みんな言う。違うよ。ここのレバーをまず入れて、はい、じゃあお耳とお目目と刺してうちで、はい、ギュッ、おお、ありがとう、やっとポテトヘッドになれたよ。あれまた隠れてんのに。大丈夫大丈夫だってね、怖いから。怖くないよ。ないんですけど。皆さんこんにちは、ポテトヘッドです。今日はミスターポテトヘッドポッピングゲームで遊ぶよ。で、今からゲームをします。はい。で、このポテトをね、押していくと、これがさっきポンって飛び出たでしょ。で、飛び出た人は負けです。で、飛び出なかった人はこのポテトヘッドのお菓子を一つ食べることが。ほら。なんか銀の顔みたい。ほら。この中にポテトスナックが入ってるので、飛び出なかった人は一つ食べていいです。飛び出た人は食べることができません。いいですか？オーケー。オーケー。最初はグー。じゃんけんぽい。ゆこあいこでしょ。あいこでしょ。お、銀のこっち。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。あ、じゃあ銀、あちゃぴ、ママね。はい、じゃあ銀くん一番最初、どうぞ。ママがいい。ママが銀が勝ったから銀が押していいよ、最初。嫌な、嫌な。これ食べれんよ。なんか腫れてる。はい、どうぞ。なぜか腫れてる。お、セーフ。お、待って、ママ弱。はい、じゃあお菓子を一個ずつどうぞ。お、一個どうぞ。おいしい。おいしい。一個どうぞ。はい、じゃあ第2回戦。次、ママが負けたからママからね。ママチョキ。いくよ。ママチョキ。はい。なんでよ、ポテトヘッド。ママの時ばっかり飛び出して。だって僕いいじゃない。また負けた。銀くん。ママ。銀。ビビりだな、もう。はい。なんか風が、うん。だから、押さない。ギリだから押さないって言ってる。ヒントくん、何？押してくれよ、早く。じゃがいも押してくれ。じゃあママ。あれ？嘘。ちょっと待って、勝てないこれ。はい、じゃあ次こっち向きで。じゃあママからね。はい。じゃあ次、ずっとママね。はい、銀くん次。お、ジャピ。なんで隠れる。誰の負
嫌いこのゲーム。私は、はい、ママからか。びっくりした。びっくりするよね、結構飛び出るよね。やったー、ママやっと食べれる。いただきます。うん、なんかコンソメ味で美味しいね。うん、なんかすごい歯ごたえがあるポテトチップスみたい。銀太とあちみのおどへつタイム。そのじゃがいもを一つずつ押していって、これじゃがいも、かりんとうに見えた。じゃがいもかんちゃん、かんちゃんから、はい、あ、大丈夫かな。顔が見えなかったけど、力。あー、やきちゃんの負け。あ、負けとかあるの。はい、じゃあかんちゃんは勝った人はこれを一つ食べてください。コロッケ。え、なにこれ。負けたあきちゃんはちょっとゲームをしてもらいます。うわー。はい、じゃあこのアプリでスタートとストップを押してください。あ、これルーレットもしかして。そうそう、みのを見ながら髪をかき上げる。みのを見ながら髪をかき上げる、どういうこと。どうぞ。3、2、1。顔がひどかの顔。はい、じゃあ負けた、飛び出たあきちゃんからどうぞ。え、カンからじゃないの。あ、はい、あきちゃん、何もせずに食べれたぜ。てめえ、ずりー、それはずりー。一発目はきつい。美味しいよね、味濃いけど。腹筋10回やめて、いいね、やめて、そこ骨があるって。まぁ骨はどこにでもあるって。せーの、はい、1、2、3。狙って。あー、くそー。あぶねー。腕立てと背筋ができないか。腹筋はめっちゃできる。さっきこれ飛び出したからもうこれ絶対押さない。あなた違った、よかった。はい、次の方に向けます。なんで。結構びっくりするよね、これ。あ、このゲーム無理だわ。ドラえもんって今できた。あ、これはかんちゃんにとっては、え、ねえ、ストップ押したらこれになった。はい、どうぞ。ひどー。ちょっと待って、それはひどい。これストップ押すんじゃないのかな。これ止まるまで待つってこと。うん、スタート押したらすぐストップ押さない。さっきカンちゃんだったから、じゃあカンちゃんからどうぞ。また。うわー。あー、しまった、忘れてた、ここを押しちゃいけないんだった。あー、そうだった。おっしゃー、お気に入りの曲を披露。何ですか、お気に入りの曲。ねえ、スミューズアイドル。出会えたことから全ては始まった、傷つけ合う日もあるけれども、一緒にいたいとそう思えることが、まだ知らない明日へとつながってゆくよ。はいはい、ありがとうございます。ここさすがに2回連続はならないよね。
キッスを10秒行う。あーバカかこれ違うねもう違うでしょせーの、めっちゃ遅いじゃん。皆さんこんにちは、ポテトヘッドです。じゅうたんです。今日はポテトヘッドマンとじゅうたんです。なんじゃその挨拶は。ほらなんかさ、かんちゃんの頭から木が生えてるみたいになってる。はなかっぱみたいな。瞬間集中。ねえやめて。まさけかっぱ。リスの木。見せるあなたのキスを数えましょう。面白いんだけど。おもちゃで遊びました。皆さんも罰ゲームを加えてやってみてください。あのアプリおすすめです。バイバイ、また見てね。また見てね。